気になったニュースはこれですかね。永瀬廉殺害予告だそうです。インターネットの掲示板、これ5ちゃんらしいんですけどね。どうやら。アイドルグループ、キンプリ、キング&プリンスのメンバー、永瀬廉の殺害予告を書き込んだとして、警視庁が凶悪罪で、岡山に住む50代の、主婦なんね、これね。結婚してんのね。独身なのかと思った。主婦なんだ。を書類送検したことが、21日、捜査関係者の取材で分かった。女は容疑を認めている。これなんか、逮捕はしなかったんですかね。そのまま書類送検されただけなんですかね。逮捕したんでしょ。逮捕まで行ってないのか。取り調べをして書類送検ってこと。5ちゃんね、23年の12月23日は結構前、去年。ネット掲示板5ちゃんに、永瀬刺し殺すぞと書き込んでた。関係者によると、女はキング&プリンスを脱退したメンバーらで組んでるナンバーアイのファン。まあだから、平野翔のファンなんでしょうね。そう考えると。掲示板に永瀬さんのファンが同グループへの中傷を書き込んだためにやり返したと。趣旨の話をしてます。だから、要するにファン同士の争いってことですか、これは。永瀬廉には直接恨みはないが、ファン同士の抗争でしょ。いやー、きついものありますよね。道庁は、永瀬さんの所属事務所から相談を受け、スタート株式会社でしたっけ、ジャニーズの新しいところとですよね。IP アドレス。ああ、開示請求したよね。そしてネットの住所から、オナ特定したと。ネットでの誹謗中傷が近年社会問題となっており、22年侮辱罪が厳罰化された。警視庁によると、ネットを利用した脅迫事件の認知件数は統計を取り始めた20年641件だったが、2023年911件に増加した。まあでも、まあそんなもんなんだ。昨年の摘発件数は460件。はい、いるんだなって感じがしますよね。50代の主婦でしょ。お子さんとかやっぱいるんでしょうかね。まあ、いるんだろうな、岡山に住んでて50代で主婦やってたら。まあ、成人してるお子さんがいるんじゃないですか？どう思うんでしょうねと思うんですよね。うちのお母さん恥ずかしいわーってなるか。旦那さんもでしょうね。何やってんのいい年越えてって。50代で、50いくつなのかちょっとわかんないですね。50代前半なのか後半なのか、まあどっちでもいいですけど。金プリなんてまあ自分の息子ぐらいの年ですよ。言ってしまえば。まあ20代でしょ、永瀬廉なんてのは。平野翔とかもそうだよね。20代後半ぐらい、27、8ぐらいでしょ。それで、まあそのファン同士で喧嘩してですよ。そして自分の息子ぐらいの男の子に対し、永瀬刺し殺すぞという主婦。まあだからそれがインターネットのある意味、SNS とか SNS 社会の、まあある意味、負の部分ってことなんでしょうね。今までは心の中で秘めてたものが、もしくは周りの知り合いの中だけで、あいつ本当腹立つよね、ぶっ殺すぞとか言ってたものが、ちょっとエスカレートして、ここだけだから、空間だけだから、ぶっ殺すぞ、刺し殺すぞって言って、実はそれが拡散されて、巡り巡って事務所に行って、やべえやつがいるぞと、刺されたらどうしようって、やっぱなりますよね、それはね。昨日 の新宿野戦病院見てたんですよ。まあ、まさにそんな話ですよ。ストーカーがね。まあ、あれいろんなのが混ざってたの、昨日の野戦病院は。だから、クドカンってすごいなと思ったけど、新宿のタワマンのストーカー視察と、あと、まあ、ちょっと前の京アニの無差別殺人あったじゃないですか。あれの両方掛け合わせたような事件をやったんです。それを歌舞伎町っていう、歌舞伎町のガールズバー的なところ、まあ、コンカフェか。コンカフェで狂ったストーカーみたいなのが最終的にやったみたいな。まあ、そういう事件を起こしたっていうような、それで病院に駆け込まれる、野戦病院なんでね。まあ、そういう話なんだ。だからそういうこともあり得るわけですよ、現実に。まあ、実際にそういうことがあり得る事件っていうのは、頻繁に起こってるんで、ねえ、その永瀬刺し殺すぞなんていう書き込みが一個あったりとかすると、事務所としてもそうだし、まあ本人が一番怖いですよね。めちゃくちゃ怖がるから、ちょっと警察に言いましょうよってなるだろうし、なんだったらナンバーアイの人たちも怖いと思いますよ。なんでこうなってんのって。いや、俺らのせいでこうなったらまずいでしょと。別にナンバーアイと今のキンプリで別に確執はないじゃないですか、それは。ねえ、ナンバーアイはナンバーアイで好きでね。
やりたいことをやってて、僕は今のナンバーめちゃくちゃかっこいいと思いますよ。すごいテレビにも出てるし、キンプリはキンプリで頑張ってるだろうなと思うんだけど、でもあれが違うじゃないですか。多分方向性がかなり違ってる感じがしますね。キンプリは永瀬廉と高橋海人、どちらかというとやっぱドラマの方でしょうね。本人たちドラマやりたいんだろうなと思って、そっちの方にテレビの仕事をしたいんだろうな、ドラマとか映画とかね、そっちの方をしたいんだろうなっていう風に見えるんで、そこはもういいんじゃないですかと。ナンバーエの今の曲とかあるじゃないですか。ボンか、盆栽の曲ね、とかね、あれ見ると、あ、まあこういうことしたかったんだなっていうね。まあ本当に日本だけじゃなくて世界で活動したかったな、世界で見せたかったんだなっていう感じがします。まあ特にアジアなんだろうなと思いますよ。K-POP に負けてらんねえぞっていう意気込みがめちゃくちゃ感じられるダンスなんで、ファンの人たちはどうあれなのか分かんないけど、僕は別にね、別にファンでもない、まあ、別にファンじゃないんで、2組ともやりたい方向は全く別方向に行っちゃってるんで、まあ、それは別方向で意識しないで対抗しないで応援すりゃいいんじゃねえのっていうふうに思いますけどね。